さあ、スポーツウェアを着てください。心と体、そして精神の健康を整えましょう。今回ご紹介するのはヨガ。そのうちのおすすめのポーズです。ポーズ1、下向きの犬のポーズ。四つん這いになりましょう。手首は肩の下、膝は腰の下です。つま先を丸め、手のひらを床につけ、足をまっすぐに伸ばします。お尻は天井方向に向けましょう。このポーズを30秒キープしてください。素晴らしい。下向きの犬のポーズはほとんどのヨガにおいて基本となるポーズです。鍛えるのは腕や肩、背中、そしてコアマッスル、ウエスト、脊椎のストレッチにもなります。初心者の方は軽く膝を曲げて行うとやりやすいでしょう。ポーズ2、プランク。腕立て伏せの姿勢をとりましょう。肩下に肘が来るように前腕を地面につけます。体を頭からつま先にかけてまっすぐのラインにキープします。呼吸をコントロールして、よくできました。プランクが鍛えるのはコアマッスル、そして体全体です。姿勢の改善にもつながります。どのようなワークアウトも効果的になりますよ。ポーズ3、上向きのプランク。床に座り、足を前に投げ出し、手は後ろにつけます。腰を浮かせ、つま先で床を踏みしめます。このプランクの姿勢を30秒キープしましょう。呼吸のコントロールがここでも重要です。上向きのプランクが鍛えるのは腕、足、お尻、そしてコアマッスル。上体もストレッチしてくれ、バランス感覚を養ってくれます。ポーズ4、木のポーズ。両足を揃えて立ちましょう。右膝をゆっくり上げ、手で持ちます。足の裏を左太ももの内側につけましょう。両手を揃え、真上に伸ばします。この姿勢を30秒キープしてください。いい調子ですよ。木のポーズはバランス力と呼吸力を向上させてくれるポーズです。足を交代してもう一度。鍛える箇所はふくらはぎ、足首、そして内ももです。つまり足の引き締めに効果があります。またコアマッスルも鍛えてくれますよ。ポーズ5、戦士のポーズ1。足を開いて立ち、腰をひねります。右足を前にし、左足を後ろにします。膝を曲げ、すねを地面に対して垂直にします。肩を後ろに寄せ、胸を張り、両腕を合わせて上に伸ばします。右足で30秒姿勢をキープしたら、足を交代します。
このポーズが鍛えるのはコアマッスル、下半身全体、また胸や肺、肩、腰、太もものストレッチ効果があります。骨盤が前のめりにならないように腰に余計な負荷がかかります。ポーズ6、選手のポーズ2、両足を足1本分開きます。右つま先を外に向け、右膝を45度に曲げます。腕を左右一直線にして伸ばし、頭は右手の方向を見ましょう。30秒キープしてください。よくできました。左側でも同じポーズを取りましょう。首に問題を抱えている方はまっすぐ前を向いて行ってください。選手のポーズ2が鍛えるのは腰、内もも、バランス感覚と消化器系を改善し、腰痛を改善します。また心身の調子も整えてくれますよ。ポーズ7、体側を伸ばすポーズ。選手のポーズ2からスタートします。今度は両腕を左右に伸ばさず、体を曲げ、右手を右足横の床につけます。左手は天井方向に伸ばし、体のラインを一直線にします。30秒キープしたら左右を変えてもう一度。このポーズが鍛えるのは足、腰、ハムストリング筋、ふくらはぎ、肩、胸、そして脊椎です。また肺を開き、消化器系を改善し、ストレスを解消します。ポーズの最中、それぞれの体の部位が何をしているのか頭で思い描いてください。不安の解消に効果があります。今回のセッションの半分までやってきました。素晴らしいですよ。その調子。ポーズ8、前屈のポーズ。床に座り、両足をまっすぐ前に投げ出します。ゆっくり前にウエストから体を倒しましょう。背中はまっすぐにしたまま、限界まで倒したらその姿勢を30秒キープします。素晴らしい。前屈のポーズは背中から腰にかけてのストレッチに効果的です。またハムストリング筋にも効果があるでしょう。体全体を開き、窮屈な姿勢でも呼吸が行えるようなトレーニングにもなります。頭痛や不安、疲労の解消になります。ポーズ9、ブリッジ。仰向けに寝て膝を曲げます。両足を床につけましょう。腰を天井方向に持ち上げ、肩を丸め、両腕をできるだけまっすぐにします。お尻に力を入れないように、この姿勢を30秒キープします。初心者向けのパーフェクトなエクササイズ。体の前面と背面、すなわち胸、
首、肩、脊椎に効果があります。血行、消化を改善し、ストレスを解消します。また肺や甲状腺を健康にしてくれます。ポーズ10、子供のポーズ。ワークアウトの最中に体と心を落ち着かせ、ストレスや緊張をほぐす効果があります。一度休憩タイムです。マットの上に膝立ちになりましょう。頭を床につけ、手を前に伸ばします。そのまま30秒間キープしてください。子どものポーズは腰や太もも、足首をストレッチし、消化や腰痛、肩こりを改善してくれます。ポーズ11、コブラのポーズ。コブラのポーズは下向きの犬のポーズからスタートします。前に踏み出し、プランクを作りましょう。肘を曲げ、腰をゆっくり床に落とします。肩を開き、上半身をゆっくり持ち上げます。30秒間キープしてください。ワンダフル。コブラのポーズは背中に痛みなどの問題がある場合は行わないようにしてください。このポーズは肩、胸、腹筋のストレッチに効果的です。背中の柔軟性と筋力を高め、腰のこりに効果があります。また気分が良くなるというおまけもついています。ポーズ12、弓のポーズ。腕を体の横に、うつ伏せに寝ます。手のひらは天井方向に向けましょう。膝を腰幅に開きます。この状態で上半身を軽く浮かせましょう。頭を持ち上げ、肩甲骨を寄せていきます。両手で両足首をつかみましょう。足とももを持ち上げて、この姿勢を30秒キープです。この姿勢は腰の柔軟性を高めてくれます。消化を改善し、肩を開き、こりをほぐします。姿勢の改善も見込めるでしょう。脊椎とハムストリング筋を強化し、体の前面、背面のストレッチにも効果があります。ポーズ13、船のポーズ。床の上に座り、膝を曲げ、上体を後ろに反らして足を浮かせます。すねは床と平行に。できる方は腕を前に伸ばしましょう。足を伸ばして体を V の字にします。30秒間キープしてください。船のポーズは腹筋周りに効果があります。ストレス解消にもなり、消化を驚くほど改善してくれます。腎臓、甲状腺、腸、脊髄、腰を強くしてくれる効果もありますよ。より優れたバランス感覚と自信も与えてくれます。ポーズ14、
魚のポーズ。膝を曲げて足の裏を床につけ仰向けになります。上半身を持ち上げお尻の下に手を入れます。前腕と肘を体に引きつけた状態で上半身を床から浮かせましょう。この状態を30秒キープしてください。このポーズはハムストリング筋と腰を鍛えてくれます。また腰とあばら骨を柔軟にしてくれますよ。ポーズ15、寝て膝を抱えるポーズ。仰向けに寝た状態で両膝を胸に引きつけます。両膝をギュッと腕で抱えます。頭と首、胸を持ち上げ膝に引きつけます。30秒間キープしてください。このポーズは消化を改善し、デトックス効果をもたらします。また、下半身と脊椎を伸ばしてもくれます。お疲れ様でした。今回のセッションはここまでです。一連のメニューを週に 2、3 回行うようにしてください。皆さんの心と体へのいたわりになりますよ。